し。おはようございます。今日も雨が降ってますよ、東島県。九州の方がまた大ごとになってますね。福岡のあたりは線状降水帯が発生したみたいで、いや本当特別警報が出てましたね。危ない、スリップした。あ、事故ったわ。大丈夫か今。事故ったぞ。大丈夫かあれ。めっちゃスリップしよったわ。わわわ。追突してないかみんな。おー、焦った。今2トンのダンプがね、映っとったから完全にハンドル操作誤って斜めに滑ってって激突して、で反対にまた激突しとったっすよ。2トンダンプ空にでしたね今。あ、絶対飛ばしょって、あのカーブ、こうカーブがね結構アンツーカーになっとって鉄板のとこがあるんですよ。多分あっこで前のハンドル滑らしたんですよ、タイヤを。絶対それしか考えれん。こう切っとるときにそのままスコッと滑って横向きになった感じでした、ね、絶対特に雨の空にの時はねもう飛ばしちゃダメないよ。もろ今突っ込んでったわ正面から。あー、びっくりした。ドーンと音がしたもんね。気をつけようねっていつもまあ僕も言ってますけども、なんか朝から嫌なもん見てしまったな。気は引き締まるけどちょっとやっぱ嫌なもんですね、事故ってね。ぶつかる瞬間ってそうそう見れるので、みたいな感じになりますね。やっぱりちょっと信じれない光景というか、勢いで勢いで、ちょうど良かったね、息子が勢いが。もう通報があったかな。多分ただ単純にパトロールで走るだけかないかな。ネクストというか、あれが言ってましたね、広島高速のあれが。渋滞始まるね。もう完全にね、2車線だったんですけど、あっこは2車線潰す感じで停車してましたんでね、ドーンと右にぶつかって、その弾みで今度左にポーンとぶつかって、で真ん中の方へ停車してましたんで、あれだいぶ渋滞すると思うよ。今7時40分でしょう。ちょうど通勤ラッシュの時間帯になるんで、はっきり言ってあれはもう運転手のスピード出しすぎかな。もうそれしか考えれんですね。完全にハンドル操作もう制御不能になっとったんで、完全に横滑りしてましたね。一生懸命こう戻そうとしたんでしょうけど、もう完全にタイヤが多分水の上に乗っかっとったんでしょうね。もう滑り上げてね、スーッとそのまま滑って壁に激突してました。ドーンって行きました。まあ死んではないと思うけど、まあ、結構な衝撃だったんじゃないかな。多分80キロぐらい出しとったと思いますよ。右車線走ってましたからね。で俺が気づいた時にはもう滑り始めてましたからね。右から左車線に車線変更するんかなと思ったら、いやいやいや、これ斜めで滑りおるわと思って、見事に滑ってました。あ、ドキドキした、ほんま。
今やっと落ち着いてきたわ。もう海の水もすごい濁ってますよ。昨日から、というかもう土曜日からか、ずっと雨が降り続いて、ひどいことになってますよ。去年の梅雨より結構雨降っとるんじゃないかな、今年は。ここ今のとこも暗通貨なんですよ。あっこも滑りやすいんでね、あっこでアクセル踏み込みながら、上りじゃあ思ってね、アクセル踏み込みながらカーブに差し掛かったらね、つるんといきますよ。普通にまっすぐ運転しようって、もうあの雨の日の暗通貨のこの鉄板の上はね、なんか滑るのが分かりますよ。こういうバイクも怖いだろうなと思いながらね。今朝はそうそう、もうあの今朝はね、また郷原に向かってます。郷原のこの間のあの工業団地の中にある現場、郷原工業団地の中にある現場に入れ替えに向かってます。時間指定9時なんで、まあもうちょっとまた30分ぐらいね待機することになると思うんですけど、現場の近くで時間潰しながら待ちたいと思います。多分初めてじゃないかな、これ YouTube 撮影始め出して、こうカメラ回してる時に事故の瞬間が、事故が起こったっていうのはね。そうそう、ていうかそもそも事故の瞬間を見ることが、俺は見たことがなかったんで、ほとんど。止まるときも前方としっかり車間を空けて、そうすると万が一後ろから追突されてもね、前の車と自分がぶつかるっていうあれを避けれますんでね、リスクがね。大体みんな後ろの車もそうだけど高いよね、ハザードね。絶対耐えた方がいいけどね、自分の身の安全守るためでもあるしね。なんかハザードつけて止まるのが恥ずかしいとかさ、格好悪いとか、あの一般の乗用車の方は思うかもしれんけど、絶対耐えた方がいいですよ。そう、こういう道の途中に止まるときはね。さあ、じゃあちょっと入り口がいつも通りね、海東橋の出口が混んでるんで、ゆっくり行きたいと思います。ありがとうございました。次の交通情報は言わんかったね。広島高速と、ね、高速道路は渋滞ありませんって言ってましたね、はい。まあ、うまいこと処理できたというか、こうトラック寄せてから通行はできてるんですかね、うん、はい。まあ何せよさ、結局はスピードの出しすぎよ、あれが一番だと思う、原因だと思う。こんな雨の日にね、高速道路、特にあの高速道路でスピード、普通通りスピードね出して走りよったら、もうそりゃ滑りますよ絶対。もうでダンプなんかさ、バランスも悪いし、後ろ軽いけんね、やっぱり滑りますよそりゃ。乗用車感覚で運転しよったらね。お、落とします。はい、ということで、昨日あの買ってきてもらった、腰の痛みに効きます。今日ね、今日腰ね痛くないんですよ、そんなに。昨日めっちゃひどかったんですけど、そう、今日はね朝起きてから今んとこ痛くないです。結構雨降るおるのにね、なんでかな。んこれ出てこんじゃん、出てきた出てきた。これともう一個なんかの塗り込むタイプのやつ、この液の分じゃなくて塗り込むタイプの分もね買ってきてくれました。首にも塗っとこう。あ、気持ちいい。
フェルビナク 3.0%、 はい、まさにですね、首腰、はい、まさにです、まさによいしょ。まあ本当皆さん雨の日の運転気をつけてくださいね。安全運転でよろしくお願いします。自分も気をつけますんで、はい、もう心に、心と車間距離に余裕を、ゆとりを持って運転しましょう。はい、本当さっきのでも巻き込まれんでよかったよね、皆さん。他の車がね、後続車、多分トラックが走ってきよったんですけど、乗用車と結構車間が空いとったんで、うまいこと止まれたと思うんですけど、よかったです本当に。はい、あれがまあ不幸中の幸いというか、二次被害とかならんでね、よかったです。はい、よし、じゃあ現場もう近いんでね、もうここで15分ぐらい、時間潰して現場に入りたいと思います。はい、じゃあ本日もご視聴ありがとうございました。さようなら。